ジャジャジャンと。イエーイ。どっからも見ても上分さんということで、ね、間違いないですね、はい、間違いないですね、ご本人登場していただきました。ではカメラに向かって、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか、はい、皆さんこんにちは、キム・ジョンウンです。あ、歌手として俳優として一生懸命活動してます。よろしくお願いします。お願いします。かっこいいですよ、声がいいですね。本当ですか。ナイスボイス、ありがとうございます。あの彼結構適当なところなので気をつけてください。もう本当イケメンですし、もうね、もう日本語もお上手ですし、今日よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。先ほどあの地下2階の方でトークショーも、はいはいはい、ミニアルバムのリリース機でトークショーもされてきたということで、うん、もうやはり皆さんも盛り上がっていた感じですか。はい、なんか いろいろ喋って、なんか一番面白かったのが、はい、ビンゴゲームはあの韓国ではあんまり有名じゃないから、そうなんですか。子供の時とかなんかやったことあるんですけど、はい、なんか大人になったら一回も しなくて、久しぶりにやってなんかやる方法も忘れちゃったし、はい、でも本当に面白かったんです。そうなんです。韓国ではビンゴそんないっぱいやらないんですね。やらないですね、はい、なんかあの当たったら何もらえるみたいなことやったんですか、ビンゴで。なんか僕があの出たドラマとか、はい、発売されたあのアルバムの曲とか、それなんか自由でなんかやったし、それでなんか本当に楽しんでて、本当に韓国に戻ってもう一回やろうかなと。あ、ちなみになんかダンスできないって言っても、ね、謙遜してるように見えるんで、ちょっと周りの皆さんの反応を見てみますね。ジョンウンさんダンスできますよね。なんか割と正直な反応が確かに。はい、できないです、本当に。1割くらいの優しい方々が、ね、これもうご本人から、もうジョンフンさんから見てどういった仕上がりになりましたか、アルバムの方は。そうですね、あの10年ぶりのアルバムだから、なんかこのタイトルの名前じゃなくて、他の意味があるタイトルを作りたいなと思って、5曲全部なんか記憶の話してるから、記憶の香りがどうかなと思って作ってみました。はい、応援してください。そして日本でもいっぱい行ってあの活動しますので、はい、愛してください。ありがとうございます。イエーイ。もうこれはもうね、愛してあげましょう皆さん、うん、ね、もうラブっていっぱい書いてますしね、もうね、あという皆さんもコメントありがとうございます。さあ、お別れの際にですね、1曲お届けしながらのお別れになるんですが、こちら曲紹介をぜひジョンフンさんお願いいたします。あ、そうですね、あの記憶の香りのティーザー映像がおありますけど、はい、はいはい、それ、あ、見ます、見ます、はい、見ますね、見せてください、はい、ぜひで皆さん見たいですよね、そりゃね、はい、もしこれでね、うん、もう流さなかったら僕はちょっと怒りますからねぜひ流してください。はい、その映像を見ます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、そちらの映像を見ながらね、ジョンフンさんお別れになってしまいます。改めまして、本日のぶっこみゲスト、ジョンフンさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ジョンフン兄さん、お久しぶりです。久しぶりです。2年ぶりの再会、いかがでしたか？本当に会いたくて、でも久しぶりに会って本当に太って今びっくりして、なんで何かあったの？問題とかどうか。いっぱい食べるお仕事を、はい、しました。また痩せたら韓国に行って、マシンヌンゴ、マーニー、はい、サジュセヨ。サジュケ。あ、本当ですか？ありがとうございます。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。